フランクリン軍はアメリカ合衆国テネシー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万1052人であり、2000年の3万9270人から4.5%増加した。軍庁所在地はウィンチェスター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フランクリン軍はタラフォーマ小都市圏に属している。 フランクリン軍となった地域のヨーロッパ系、アメリカ人による開拓は1800年頃に始まった。フランクリン軍は1807年に組織化され、軍名はアメリカ合衆国建国の父ベンジャミン・フランクリンにちなんで名付けられた。その後の数十年間で隣接するコーフィ軍、ムーア軍、グランディ軍を創設した再編成で何度か領域が減らされた。 初期開拓者の中でも著名なものに1812年頃に入ってきたデイビッド・クロケットがいたが、それほど長く軍内に泊まっていたとは見られていない。エピスコパル教会が設立した南部大学は南北戦争の直前に組織化された。戦後すぐに全体的な運営が始められた。軍内では唯一の高等教育機関であり続けており、 総合大学に進学部を合わせ持っている。南北戦争以前のフランクリン軍地域は合衆国からの分離主義者の勢力が強かった。テネシー州が合衆国から脱退しなければ、テネシー州から脱退すると公式に宣言し、事実その通りにした。近くにあるアラバマ州ウィンストン軍が北部寄りであり、アラバマ州からの脱退を検討していたことと対照的である。 この機関南部の中心で主張が分かれ、混乱していた状態を象徴している。1863年、南軍のテネシー軍が軍内を通って撤退し、フランクリン軍は北軍の支配するところとなった。アメリカ連合国テネシー州知事のアイシャムジュイ・ハリスは、フランクリン軍出身だった。戦後に政治に参加する権利が復活した後、テネシー州選出アメリカ合衆国上院議員に、 なった。19世紀後半に禁止運動が盛り上がる中で、軍民は、州法のひねれにより、法人化された町では種類を販売できることを見つけた。その結果、種類販売を禁止するために法人化された町のすべてが、その認可を放棄した。20世紀、世界恐慌の時代に、フランクリン・ルーズベルト政権の推進したテネシー側、 流域開発公社の洪水制御と発電事業の恩恵を受けた。地域には新しい産業がもたらされた。新しい湖を作って、水際でのレクリエーション機械も作ったが、大掛かりな工業事業の中で、軍民の多くが転居を強いられもした。連邦政府の作ったアーノルド技術開発センターは一部が軍内に入っており、経済成長と技術開発も加速させた。 週刊高速道路の体系は軍内を通らなかったが、近くを通った週刊高速道路24号線によって、近くのチャタヌヨガ市へのアクセスが容易になった。20世紀初期の軍からは、歌手でエンターテイナーの大ョアと、事業家で事前事業家のジョン・テンプルトンが生まれた。テンプルトンは後にイギリス国民となり、ナイト借を授与された。十九世紀末から二十世紀初め、 テネシー州は他の南部州と同様に事務苦労法を制度化する州法を成立させ州憲法を修正した。公共の場所での人種分離、黒人に対する選挙権の制限などが進んだ。ここでは公民権運動の歩みも鈍かった。他の地域に比べて暴力行為は少なかったが、軍内の学校が人種統合を進めたのは ブラウン対教育委員会受験の判決が出てから10年後の1960年代に入ってからだった。20世紀の後半には、リチャードで日産自動車の大規模な自動車用エンジン製造工場が建設されるなど工業分野の成長が起きた。南北戦争の史跡があることや花水木の森など景観の良い資源があることで観光にも力を入れ始めた。花水木については、 毎年の祭りが開催されている。フランクリン軍は、テネシー州南部の軍並びにあり、アラバマ州と宗教を接している。地形的に多様であり、南東部隅のナッシュビル盆地から、ハイランドリムを越えて、カンバーランド高原まで変化し、標高差は約1300フィートある。水流や森林が多く、高原の急峻な斜面を除いては農業に適し、 植物栽培に適した季節が長く、冬も温暖である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、群域全面積は576平方マイルであり、このうち陸地555平方マイル、水域は21平方マイルで、水域率は3.69%である。スワニー自然橋は、自然に作られた砂岩のアーチであり、高さは25フィート景観は50フィートある。 シャーウッド近くにあるロストコーブ洞窟はカーター州立自然保護地域の中にある。入り口の一つがバギートップ洞窟口と呼ばれ、もう一つはピーター洞窟口と呼ばれている。バギートップ洞窟口は幅100フィート高さ80フィートあり、高さ150フィートの崖の下にある。道内の水流は段階的に流れ落ち、100ヤードで40フィート落ちている。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。